漱石のオセロ箸がきこれは故夏目金之助先生が明治38年9月から東京帝国大学文化大学英文学科の講義として読まれたオセロの筆記である先生のシェイクスピアの講義は今一つの文学史の講義と同様に 1> 1週3時間であった私は明治40年3月に先生が大学を辞められるまでオセロのほかになおザ・テンペストとザ・マーチャント・オブ・ベニスとロミュー・ジュリエットを聞いた少なくとも先生の講義に対しては私は忠実なる一学生であったその講義がいかに先生独特のものでありいかに批評的であり また、いかに暗示的であって、私を動かしたかを決して忘れない。震災で壊れて焼けた赤いレンガのゴシックの建物の中の第20番教室であった。その薄暗い教室はいつも聴講者でいっぱいであった。私はその片隅の机に座って、カッセル版の小さいポケット本を開き、先生の口から漏れる、 一言半句をも聞き落とすまいと全身を耳にした先生は多くの訓子仲介者の上に立って全然自分一個の頭で批判しようとしていたらしいファーネスの集中本を唯一無二の金貨玉状と心得ていた私たちにとってそれは一つの脅威であったその解釈と批評の言葉がそれきり空間に消えてしまうのが限りなく惜しまれた 私はペンを走らしてできるだけその言葉をテキストの間に書き留めておいた。それがこの筆記である。しかし私の頭は主として原文を理解することの方へ向かっていなければならなかった。だから書き留めたものは先生の口を漏れたものの果たして何分の1に過ぎなかったであろう。今久しぶりに取り出してみてことにそう感じられる。 まだいろいろあったようにも思われるが、今さらどうすることもできない。だが、これだけでも読んでみると、私には、すでにおぼろげになった記憶の間から、さまざまな映像が浮かみ出してきて、そのとき感じたであろうような暗示を感じることができる。それと同じような印象を、この書の読者に、私の不完全なる筆記が、もし与えることができて、漱石先生の得意なる表現の、 幾分かをでも再現せしめることができるならば私としては満足であるこの書には軸の解釈も取り扱い方の批判もすべて先生の口から出たものだけが記されてあるわけである書き留めた文体は必ずしも先生の表現であるとは限らない先生の表現をそのまま保存してあるように思われる部分もあれば 全然筆記者の便宜から要領だけを書きつけた部分もあるらしい。すべてそのままにして手を入れない。それゆえに、あるいはこの書は夏目金之助氏がいかにシェイクスピアを解釈したかを示すものというよりは、むしろ筆記者はいかに夏目金之助氏の講義を聞いたかを示すものにすぎないかもしれぬ。例えば、ある難解の軸に対して、 先生は初夏の説を挙げてそれを批判しかつ自分の意見を添えるようなことが多かったけれども私の筆記には校舎だけが書き留められてある場合もあるだろう当時高等学校を出たばかりの青二歳の私には他実この筆記を整理して同校の人に分かつような機会が来るだろうとは意識されなかったから今日においてそれらの不備をば量としてもらいたい 底本としては、先生が常に教室に持って来られた、ジアーダン・シェイクスピアを用いた。それからのち、先生は大学を辞めて小説家になり、多くの作品を残して亡くなられ、もう13回期も過ぎた。今頃こんなものを持ち出すと、野上のやつ余計なことをすると言われるかもしれない。しかし私には、このまま、この筆記を葬ってしまうのが、 惜しく思われる理由がある。それが、鉄道書院小林くんのお立てに乗って発表することにしたゆえんである。昭和5年4月、野上豊一郎。